だからこう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 っていう動きは絶対的にゴルフの存在するのにさ、なんかこうこうがみんな正しいっていうふうに。ダフるのは右肩が下がるからさ、うん。だから肩を水平に回せる。右肩が下がるだけじゃないよね。自分の体が左に寄ってくから落下するのがここに落下するからだから。ほとんどの理由それだよ。みんな体が突っ込んでって左にずれるから、そうすると物理的に絶対的にグラブってこっち落ちちゃう。こっちに行ったらさ、大丈夫なんだよ。大丈夫？うん。自分がこっちへずれない限りはさ、そんなにダフるもんじゃないじゃん、こうやっていけば。しかも滑ってってくれるの。だって一番悪い動きって誰か言ってなかったですか？さあ、それは私は知らないけどね。で、そのやっぱりいろんな体の動きっていうのを細かく理解してない人にとってはさ、こうなるからダフって言って、いや、こうなったらダフんないよねって俺なんか思うけどね。